皆様、明けましておめでとうございます。皆様のお参りに残るような式典となりよう頑張りますので、ご協力をお願いいたします。開式の言葉を、肥前市民センター長、古川照夫が申し上げます。ただいまより、令和6年、唐津市鳩市の祝典、肥前会場を開式いたします。続きまして20歳の抱負を紹介していただきます。皆さんは自分の順番が来ましたらお名前と20歳になった感想、近況、将来についてなどお一人30秒程度で発表してください。なんかあんま実感はないんですけど、20歳になったんだなって思います。まだあと2年間は大学に通うんですけど、これからも平和に暮らしていきたいと思います。皆さんと会えて嬉しいです。今は佐世保の方で大学に通ってますので、佐世保のことがなんか聞きたいことがあれば私に聞いていただけると何でも教えますので、これからよろしくお願いします。ぼちぼちな生活を送っています。今後はそうですね、そこそこ満足のいく生活が送ればいいなと思っています。二十歳という節目なんで、これからも健康に気をつけてと、仕事の方も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今年の3月まで専門学校に通って、4月からは不動産の営業で就職が決まりました。これからもよろしくお願いします。年齢だけではなく、精神的、中身、物事の捉え方も年齢とともに成長していけたらいいと思います。何事も感謝の気持ちを心を持って、日々過ごしていきたいと思います。ありがとうございます。看護の勉強をもう一度習い直してます。で、あと2年は勉強になるんですけど、その後は救急の方で働きたいなと思ってます。現在は熊本大学で勉強をしています。これからも日々おごらず努力していこうと思います。公務員ビジネス専門学校に通いながら消防士を目指しています。将来は誰かを救えるように頑張ります。今こうして充実した毎日が送れるのも、家族をはじめたくさんの方々に支えてくれる、たくさんの方々が支えてくれたおかげです。感謝の気持ちを忘れずに立派な大人になりたいです。今日こうして成人式を迎えることができたのも、家族をはじめ先生方やお友達の支えがあったからだと思います。支えてくださった方々には本当に感謝しています。ありがとうございます。今は佐賀の短大で保育の勉強をしています。4月からは市内の保育園で働くので頑張ります。今は歯科衛生士の専門学校に通っていて、来年が国家試験なので実習も勉強も頑張りたいと思います。頼られる整備士になるためにたくさん勉強してちゃんと卒業したいと思います。これからもよろしくお願いします。これからは地元に貢献できるように頑張りたいと思います。溶接をして毎日頑張ってます。これからも一生懸命仕事頑張ります。万全に。今は電気工事士の仕事をしています。今後は免許を取得に励み頑張りたいと思います。今は福岡でプログラミングを学んでいます。4月から東京に住むので都会に揉まれながら頑張りたいと思います。今は福岡で大学に通っていて、会計と経営を中心に勉強してます。経営にめっちゃ興味があるのであと2年間頑張ります。
今は千葉県でサッカーを続けています。プロサッカー選手になり親孝行できるように頑張ります。今こうやって働けているのもここにいる皆さんの支えがあってからと思っているので、感謝の気持ちを忘れずに、特に親には感謝しているので、親が元気なうちに親孝行したいなと思っております。はい、早いうちにお嫁さん見つけます。待っててください。東京の方での大学でサッカーをしています。プロサッカー選手という夢は途絶えましたが、無事に卒業して、立派な社会人になって親孝行できるように頑張ります。今は福岡の方で社会人として頑張っています。これからも辛いことがあったり大変なことがあると思いますけど頑張っていきます。二十歳という自覚を持ち、これからも親に感謝を持って頑張りたいと思います。お世話になった方々に感謝を忘れず、日々頑張っていきたいと思います。住宅の設計士を目指して勉強しているので、みんな結婚したら私を頼ってください。去年がちょっといろいろ大変だったので、今年は怪我なく事故なく安全に暮らしていきたいと思います。以上です。成人したので、間違った道を進まないように、これからも子供心を忘れず人生を楽しんでいきたいと思います。4月から社会人になるので、これまで支えてくれた方々に恩返しをしたいです。社会人として責任を持ってこれからも頑張っていきたいと思います。自衛隊の方で働いているんですけど、これからは成人としての資格を持って立派な社会人になり親孝行できるよう頑張っていきます。20歳になった実感があまりなくて、年齢だけを重ねたんじゃないかと少し不安な気持ちもありますが、今は看護を勉強しています。将来は救急科に行って、ドクターヘリの方に乗りたいと思っています。料理の専門学校に通ってます。で、ゆくゆくは在学中にちょっと感銘を受けた方の元で星付きレストランで就職したいと思ってます。大人になったことでさまざまな責任が自分にのしかかることになるので、そういったものから逃げないようにしていきたいと思います。以上です。これからも頑張ります。私は看板屋で働いていて、デザインをパソコンで作るんですけど、その中で、多くのお客様に対応しているので、ちょっと常識を身につけていきたいと思っております。なので日々頑張っています。今は佐賀の短大の方で介護について勉強を頑張っています。4月から社会人になるので、立派な大人になれるように頑張りたいと思います。これからいろいろな免許を取得して働いて親孝行できるように頑張ります。今は熊本の農業大学にいて、無事卒業できたら、次は北海道に飛びます。これからも日向君と一緒に頑張っていきたいと思います。今は北九州で仕事をやってます。今日は親がいないんですけど、感謝の言葉言いたかったんですけど、これからも仕事頑張ってやっていきたいと思います。お母さんがいたから、今の自分の20歳という年齢を重ねられてこれてたんで、やっぱお母さんには一番感謝しつつ、やっぱその周りにいた友達の人にも感謝していきたいですね。今は看護学生として勉強しています。来月に国家試験があるので、国家試験に合格していい看護師になれるように頑張りたいと思います。4月からは社協で保育士と働くので、子どもたちに好かれるような保育士になります。
成人の皆様、ご起立をお願いします。本日は私たちが二十歳という一つの節目を迎えるにあたり、このように厳かな式典を催していただき、心よりお礼申し上げます。また峰師匠様をはじめ、皆様からのお祝いと激励のお言葉を頂戴し、喜びがこみ上げると同時に身の引き締まる思いです。私たちも二十歳となり、一人一人が責任と自覚を持ちつつ、職務や学業といったさまざまな分野で励んでおります。人とのつながりも大事にしながら、後に続く後輩のお手本となるように、それぞれの目標に向けて歩み続けていく所存です。さて、私たちが育ち、あまたの思い出が詰まっているこの肥前町で、これまで共に切磋琢磨した仲間と集い、こうして二十歳の誓いをできたことはかけがえのないものであります。思い返すと、二十歳という一つの通過点にたどり着けたのは、いつも一番近くで応援してくれた家族はもちろん、お世話になった先生方や地域の方々、そして仲間の存在があったからです。この場をお借りして改めて感謝の気持ちを伝えるとともに、これからもどうかご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。最後になりますが、多くの支えがあったからこそ今の自分があるということを胸に刻みながら、輝かしい未来へと踏み出すことをここに誓い、二十歳代表の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。令和6年1月5日正式な言葉を肥前市民センター産業教育課長川口徹が申し上げます。これをもちまして、令和6年唐津市二十歳の祝典肥前会場を閉式いたします。はい、こっち向いて。